今年は前年度に引き続き雪が少なく、街中の雪もすっかり溶け、早くも春の訪れを感じられる季節となりました。このような穏やかな晴れた日に卒業式を迎えられたことをとても嬉しく思います。現在コロナウイルスの感染が広がり、卒業式を断念する学校もある中、本日は私たちのためにこのような素晴らしい式典を開いてくださりありがとうございます。またお忙しい中ご臨席を賜りました保護者の皆様、先生方、卒業生一同を代表して厚く御礼を申し上げます。期待と不満を胸に抱きながら迎えた入学式から早いもので3年の月日が経ちました。卒業証書を手にした3年生の皆さんは今どのような気持ちでしょうか。長いようであっという間に感じたであろう3年間の思い出を今思い返すと、懐かしい気持ちや寂しい気持ちでいっぱいだと思います。私たちは歴史と伝統のあるこの久野学園で様々なことを学んできました。まず本校の校則である礼と情の精神では、自分を大切にして相手を思いやる、そして世のため人のために自分にできることを発揮して社会に貢献することの素晴らしさや大切さを学びました。人として当たり前だけれどもつい忘れてしまいがちな教えをこの3年間を通して学び、知らず知らずのうちに身につけることができました。また日々の学校生活を通してたくさんのことに挑戦し、自分の可能性を広げることもできました。私が高校生活で一番成長できたと思う出来事は、2年生の後期から3年生の前期にかけて勤めさせていただいた生徒会長の経験を通してです。私はもともと人前で話したり全体の指揮を取ることがあまり得意ではありませんでした。今でも人前に出て話すときはとても緊張しますし、本番の前には何度も練習をしたりしました。ですが生徒を代表して何かをするという回数を重ねるごとに、少しずつですが自信がつき、表情やイントネーションに気をつけながら挨拶ができるようになったり、全体への指示を出せるようにもなりました。さらに生徒会長を務めさせていただいたことで、久野学園の良さをまた一つ実感することができました。本校ではさまざまな行事やイベントを生徒が主体となって企画運営を行っています。オープンスクールでは執行部をはじめとするお手伝い生徒を中心に、くのり祭ではくのり祭実行委員、くのりスポーツフェスティバルでは体育委員会を中心に各行事を盛り上げることができました。それぞれ当日だけ頑張るのではなく、2週間前、中には数ヶ月前から準備しなければならない時もあり、大変ではありましたが、共同ワークの精神のもと、各リーダーが先頭に立ち、生徒同士で協力し合いながら、より良いものを作り上げることができました。生徒が一つになって物事に取り組む姿は、とても素晴らしく、どこの学校にも負けない誇れることだと、私は生徒会長になって実感しました。しかしこのように生徒が主体となって活動できているのは、先生方や地域の方々からのサポートがあってこそだということを忘れてはいけません。周りの人たちから支えてもらっているという感謝を忘れずに、これからもこの理学園の良さを受け継いでいってほしいと思います。この3年間は本当にあっという間でしたが、たくさんの出来事があった3年間でした。中身の濃い3年間を過ごすことができたのは、在校生の皆さんや先生方ももちろんですが、特に3年生のみんなのおかげだと思います。久野祭や
くなりスポーツフェスティバルなどの行事では思い切り楽しみ、受験や部活動などの辛い時期にはお互いに高め合ったり励まし合ったりしました。ですが決して楽しいことばかりではなく、時にはぶつかり合うことも経験しました。ですが1年、2年、3年と学校生活を共に過ごしていく中で時々衝突してしまうことはあるものの、お互いに認め合いながらいろいろな悩み事を打ち明けられる関係や、相手の気持ちを考えつつ自分の気持ちを言い合える関係を築くことができました。しかし毎日当たり前のように仲間と送ってきた学校生活も今日で最後です。寂しい気持ちやこれから始まる新しい生活への不安な気持ちはそれぞれあると思いますが、みんなも頑張っているから私も頑張ろうと自分自身を鼓舞しながら前に進んでいきたいと思います。そして先生方、3年間温かいご指導をありがとうございました。いろいろな機会でたくさんの先生方と関わることができたことをとても嬉しく思います。先生方は私たち生徒のことをよく見てくださっていました。生徒が何かに迷っているときには優しく背中を押してくださったり、生徒が悩みを抱えているときには親身になって話を聞き寄り添ってくださいました。そのような先生方がたくさんいらっしゃったからこそ、私たちは無事に今日の卒業式を迎えることができました。私が高校生活で一番先生に助けていただいた時期は受験期間です。私には受験に 100% の力を注げていなかった時や、小論文や面接の練習で行き詰まり自分に自信がなくなって苦しんでいた時期がありました。ですがそんな時、私の話を最後まで聞き直さなければいけない私の弱さを指摘してくださった先生がいました。またその先生は学校へ休みの日や平日の夜遅くまで私の受験対策に付き合ってくださった時もあり、こんなに熱心に指導してくださっているのに私が弱音を吐くのは申し訳ないと思うぐらいすごくお世話になりました。谷山先生、私は谷山先生のおかげで自分にしっかり向き合いながら私なりの努力を重ね試験に臨むことができました。たくさんのご指導ありがとうございました。また受験期間以外でも生徒会活動や日々の学校生活を通して先生方はいつも私たちを支えてくださいました。ありがとうございますの一言では伝えきれないほど感謝の気持ちでいっぱいです。くのり学園に入学してたくさんの4先生方に出会えてよかったと、きっと卒業生全員が心の底から思っていることと思います。お父さんお母さん、今までの18年間大切に育ててくれてありがとうございます。今思春期の私たちはなかなか素直になれず、自分のことを思ってかけてくれる言葉も時には鬱陶しいと思ってしまい反抗してしまったこともありました。ですがそんな時も家族はいつも温かく見守ってくれました。私が嬉しいことがあった時には私と同じくらい、時には私以上に一緒に喜んでくれたり、私が辛い時や悩んでいる時には話を聞いてくれ、励ましたり、ただそばにいてくれたりしてくれました。いつもは照れくさくて言えませんが、家族の温かさが私が毎日を頑張れる一番の活力です。一番の味方であり、一番の理解者である家族の支えがあったからこそ、私たちは今こうして卒業式を迎えることができ、4月からは自分が望んだ進みたい道へと進むことができます。これから私たちは
社会人として生きていくことになります。家族はもちろん、今までお世話になった人たちに恩返しができるよう、感謝の気持ちを忘れずに日々を過ごしていきたいです。最後になりますが、私たちはくのり学園に入って、たくさんのかけがえのない人たちに出会い、一生忘れないであろう多くのことを学びました。この3年間の出会いと学びは一生の財産です。くのり卒業生としての誇りを胸に、私たちはこの学び屋から旅立ちます。3年間で学んだことを忘れずに、そしてこれからの出会いと学びも大切にしながら、立派な大人になっていきたいと思います。高校生活を支えてくださった全ての方々に改めて感謝を申し上げるとともに、くのり学園のさらなる発展を願って喜びの言葉とさせていただきます。令和2年3月2日、卒業生代表赤木美月。